冒険へ行かれるのですね。あの子、また強くなったわ。輝きが一層鮮やかになった。でも、それを邪魔する淀みがある。あの子は強くなる。いずれは淀みも消し去るほどに。けれど。冒険しない者に、殻を破ることなどできますまい。任せるわ、オッタル。参ります。ミアハ様にはとても見せられない姿です。出たな。こんな感じでどう？出やがったな。こんな感じでどう？行くぞ。いい結果ね。この調子で精進するといいわ。気をつけて行ってきてください。出たな。その調子。行くぞ。出たな。諦めないで。参ります。僕だって。ベル様。あ、ごめん、つい驚いたよ。まさか変身できる魔法があるなんて。ええ、ですので、この能力さえ知らなければ誰も今のリリをリリだと分かりません。しばらく姿を見せなければダンジョンで死んだと思われるでしょう。なるほど。でもリリはそれでいいの？はい、ベル様がリリのことをご存知ならリリはそれだけで満足です。それより、ベル様はこのままでいいんですか？え？リリはベル様を騙していたんですよ。ベル様の行為につけ込んで裏切ったんですよ。このまま許されてしまったらリリは大丈夫だよ。さあ、行こう。いい結果ね。この調子で精進するといいわ。君が噂のサポーター君か。ベル君から話は聞いてるよ。僕、下でお茶でも入れてきます。さて、まずは君の覚悟を聞こうじゃないか。サポーター君、君は二度と同じ過ちを繰り返さないと誓えるかい？はい、誓います。ベル様に、ヘスティア様に、何よりリリ自身に。リリはベル様に救われました。もう決して裏切りません。裏切りたくありません。わかった。
その言葉は信じよう。正直に言うよ、サポーター君。僕は君のことが嫌いだ。そりゃそうだろう。散々ベル君を騙しておいて、今度は取り入ろうとして。本当に嫌な奴だ、君は。だいたいさっきからなんだい、そのしょぼくれた顔は。どうせベル君が優しすぎて、君をちっとも責めないから、罪悪感に押しつぶされそうなんだろう。僕から言わせれば、それはただの甘えだね。いいだろう。だったら僕がベル君の代わりに君を裁いてやる。ベル君の面倒を見てやってくれ。あ？ベル君が変な奴に引っかからないように、お目付け役さ。言っとくけど、君のためじゃないんだからな。僕は今回のことで確信したんだ。ほっといたらベル君は、また誰かに騙される。それに罪悪感なんて結局、自分が自分を許せるか許せないかでしかないんだ。君が心を入れ替えたって言うんなら、行動で証明してみせろ。エスティア様。パーティーへの加入は許可する。あの子のお守りも任せた。けど。お待たせしました。くれぐれも、出過ぎた真似だけはしないように。は？遅くなってすいません。あ！神様！さて、改めまして。はじめまして、サポーター君。僕のベル君が世話になったね。後からのこのこしゃしゃり出てきたくせして、僕のベル君に手を出すんじゃない！この泥棒猫。いえいえ、こちらこそ。ベル様にはいつもリーリーにお優しくしてもらっていますから。ベル様のためなら、たとえ相手が神様だろうがなんだろうが、リリは乗り越えてみせます。ええ、絶対負けません。神様、リリー。準備は済ませております。リリー、これからのことなんだけど、リリーは今ホーム寝泊まりするところがないんだよね。はい、以前からそうでしたが、安宿を転々としています。リリー、もしよかったら僕たちのホームに来ない？ありがとうございます、ベル様。でもそのお気持ちだけでリリは十分です。どうして？リリはまだソーマファミリアの一員ですから。ソーマファミリアの構成員であるリリはベル様たちのホームへは行けません。もしリリがベル様たちのホームに通っていることがバレてしまえば、いらぬ火の粉が確実にお二人に及びます。そんなことになってしまったらリリは耐えられません。リリー、参ります。その調子！てっ！行きますよ。こんな感じでどう？出やがったな。僕だって。お疲れ様です。やりましたね。
さあ行きましょう。出たな。ピャワワアイドルサイボーグアミトくぞでーす。行きますよ。こんな感じでどう？行くぞ。出たな。その調子。てあ！リリのことエイナさんに相談した方がいいよね。個人的なことを相談するのはちょっと気が引けるけど、エイナさんの手を借りないと何も前に進みそうにない気がするし。よし、ギルドに行ってみよう。お疲れ様です。やりましたね。おのおの油断なさらないよう。出たな。僕だって。参ります。僕だって。行くぞ。行きますよ。こんな感じでどう？てあ！エイナさんは…ベル君？ちょ、ベル君！待ちなさい！すいません。ベル君、いきなり逃げるなんて失礼でしょ。すいません。あ、でも、あの、何が、どうして？バレンシュタイン氏が君に用があるそうなの。いい結果ね。この調子で精進するといいわ。気をつけて行ってきてください。出たな。諦めないで。行きますよ。諦めないで。出たな。負けさせないよ。てあ！この前ダンジョンでオークに襲われてたよね。はい。どうしてそれを。これ
君がいなくなった後に落ちてたから返そうと思って。それじゃあの時助けてくれたのは。ずっと謝りたくて。え？私が逃がしたミノタウロスのせいで君のこといっぱい傷つけたからごめんなさい。違います。バレンシュタインさんは全然悪くなくて、むしろ助けてもらった命の恩人で、というか謝らなければいけないのはお礼を言わずに散々逃げ回ってた僕の方で、ごめんなさい。ジングルベージングルベー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 、シルが家と言ったので。おのおの方、抜かりなく。参ります。ピャワワアイドルサイボーグアミトちゃんでーす。出たな。蹴散らしてやりなさい。来ましたね。蹴散らしてやりなさい。ダンジョン探索頑張ってるんだね。え？こんな短期間で10階層にたどり着いてすごいね。いえそんなことないです。もっと強くならなくちゃいけないのにまだまだで、戦い方も素人同然ですし、目標にも全く手が届かなくて、ほんと全然ダメで。戦い方を教えてくれる人いないの？あ、はい。じゃあ私が教えてあげようか。え？普通のヒーラーに戻りたい。